皆さん、見えてますか？どこから始まるのかな？ 見えてますか？そろそろ始まりますかね？映ってるのかな？ね、ちょっとスタートがわかりにくいですが、始まりましたかね？始まってる。お家で見てくれてますか？始まってんのかな？ちょっと確認してみますね。あ、始まってますね。始まってます。始まってた。はーい、始まってます。あ、今ね、二人ともが画面に並んでる感じで映ってるはずなので。では、今日が5月の22日、金曜日です。はーい。お家で学べる親子のオンライン学園。今日はですね、恐竜画家のキャンさんを先生にお迎えして、ここから1時間、恐竜の絵のライブペインティングをみんなと一緒に楽しみながら、そして恐竜についてもね、たくさんお話をしていくという授業を今日は1時間たっぷり楽しんでもらおうと思っております。で、今日進行するのが、ちょっと数日前に先生もさせてもらったんですけど、FM ビザンで、ディレクターをしてます、瀬戸めぐみです。私も恐竜好きなので、今日は皆さんと一緒に恐竜についてたっぷりと楽しんでいきたいと思います。よろしくお願いイしまで、ドーン、こっちかな、こっちかな。エーイ。はい、ゲストで先生をしてくれるのが、恐竜画家のキャンさんです。よろしくお願いはい。はい。しお願まいします。こんにちは。恐竜画家のキャンです。す。お願私いはし今、ます。大阪にいます。大阪で自営業でカフェをやってまして、その傍らで恐竜の絵を描く恐竜画家をやっています。で、カフェの方は、大阪市の中央区にある創作空間カフェアトリエっていうちょっと長い名前なんですけど、お絵描きができるお店で、画材とかも無料で貸し出ししてて、絵を描く人とか物を作る人が集まってくる楽しいお店をやっています。で、恐竜画家の方は絵本を発売したりとか、と普段から恐竜のちょっと知識を添えながら絵を投稿したりしています。そんなことで今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、キャンさん、ここからちょっと数分間は、2人でね、簡単にお話をしていけたらいいかなと思ってるんですけども。私がこれ、YouTube 配信、ラマ配信が初めてなので、いろいろと画面を切り替えるのがうまくいくか分かんないんですけども、ここら辺もね、楽しみながら、皆さんお話聞いていただけたらなと思います。まずじゃあ、さっきね、自己紹介の中にもあったんですけれども、恐竜画家として、活動されているということで、その中で、まあ、この徳島とのご縁もあったと思うんですけれども、今、キャンさんがいらっしゃるのは、大阪です。大阪ですよね。大阪と徳島、どういったご縁でつながったんでしょうか。そうですね。去年の1月頃に、急にメールが届きまして、恐竜の絵本を制作していただけませんか？みたいなメールが急に来ました。で、それまでは全く徳島県とのご縁はなく、私がただ単に恐竜が好きで恐竜の絵を描いている絵描きだったっていうだけだったんですけど、そのメールが来てから、恐竜絵本を作成することになりました。で、その絵本の原作の先生が楠木重則先生という徳島県を代表する素晴らしい児童文学作家の先生で、で、それがきっかけでその先生に会いに行くのと、出版社と書店さんとご挨拶するので、徳島に初めて行ったのが多分2月か3月くらい、去年のっていう感じです。じゃあこの1年で徳島とのご縁がむちゃそうくちなんゃです。と気づかれてきたっていう感じなんですね。そんな感じどうなですの。か？もうなんか1年前の自分思い出したらこういう感じになってるっていうのは想像できました？いや、全然その時はなんかすごいって そんなことに携われて、なんかなんて幸せなんだろうっていう、ちょっと浮かれてたっていう感じですね。恐
今日は、子供たちもね、ちょっと見てくれているかなと思うんですけども、今は、はい、まあ、こうやって恐竜画家としてとか、カフェのオーナーとして、ね、大人としての生活をされてると思うんですけど、はい、キャンさんの子供の頃ってどうだったんかなと思って、子供の頃の夢とかって、お話しいただける限りでいいんですけど、教えてもらえます？はい、そうですね、子供の頃は、私の育った環境がすごくよくって、私の、まず祖母、おばあちゃんが音楽の先生をしている、してて、で、私のおばが、小さい頃、私が小さい時に画家として活動してたんで、そのなんか芸術っていうのがすごく身近な環境でした。で、私も漏れなく画家になりたいっていうのが小学校の頃の夢で、で、中学校の頃の夢が絵本作家になりたいっていう、そのやっぱり絵とお話も描けるっていうのはすごいなと思ったんで、まあ、絵を描きながらお話も描きたいなっていうので絵本作家。で、その後高校生になった時に、まあ、図書館に行ってとある本を読んだら恐竜にハマって、そこからまあ画家を辞めて恐竜の道を志すんですけど、まあ、そんな感じで小学校入る前くらいから芸術に関してはすごく恵まれていたかなっていう感じですね。なるほど。じゃあご家族の影響もあったし、はい、そういったものが、まあ、結果的に見たら今大人になって実現してるところもあってすごい面白いですね。そうなんですよ。自分でもそんなね、スッと、スッと来たんで、夢が。ね、ここでは言えない、こう、紆余曲折、いろんなね、山とか、谷とかもあったと思うんですけど、今振り返ってみたら全て意味があることだったんかなって、聞いてて思います。そうですね。なるほど。じゃあ、ここからはちょっと恐竜のね、お話をしていきたいなと思うんですけども、まあ、見てくれている子どもたちももしかしたら好きな恐竜たくさんいるかなと思うんですが、徳島でも化石がね、恐竜の化石がたくさんこう最近見つかってるんですけど、キャンさんから見てこの徳島の恐竜化石の魅力っていうのをちょっとここで教えてもらえますか？はい、まあ、まずその年代がやっぱりすごいなっていうのがあって、福井県で見つかってる恐竜っていうのは、だいたい1億3000万年前、あ、1億2000万年前くらいの地層からたくさん恐竜が出てるんですけど、徳島県はさらにそれよりももうちょっと古い地層なんですよ。うんうん、なので、そのアジア、まあ、代表する古い地層が今後どんどん掘削されて、化石が見つかったら、多分新種とかもどんどん出てくると思うんで、そういった意味ではその研究者から見てもすごい素晴らしい地層がその徳島県に隠されているのではないかっていう感じですね。いや本当に私が子供の頃はイグアノドンが出たよぐらいの感じだったんですけど、最近本当にねいろんな種類の恐竜化石が出てきてて、でまあ、全国的に見てもちょっと古めの地層っていうことで、これから新しい発見も期待できるっていうところなんですよね。はい、ありがとうございます。じゃあもうここからの時間はですね、このキャンさんが今描かれている恐竜の絵っていうのを、もちろんね出来上がったものを目にする機会っていうのはたくさんね、SNS とかであると思うんですが、今日は実際に描いてる様子を見ながら皆さんのリクエストをに答えていってもらうっていう企画なので、今日までにですね本当にたくさんのお子さんたちからね皆さんリクエストをね届けてくれておりますので、今日はねくじ引きを用意してまして、くじ引きをね引きながらその当たった子のリクエストの恐竜に恐竜をキャンさんに実際描いてもらおうと思っております。はい、ね、皆さんお待たせしましたよ。本当にね、たくさんのお子さんたちが、まあ、お母さんたちがね、代筆して多分売ってくれたんだと思うんですけどね。リクエストいただいてまして、いつもね、イベントとかでね、実際にお客さんがこう手を挙げて、キャンさんにこう描いてほしいとかっていうのをね、描いたりしてたと思うんですけれども、はい、その中で、こう分からんやつがあっても全然ね
キャンさんって書いてくれるんですよ。私らがこう聞いたことない恐竜でもね、いろんな解説をつけて書いてくれてるんです。書いてくれるんですよね、キャンさん。はい。なので今日もどんだけ無茶ぶりがあってもキャンさん答えてくれると思うので、もしこう応募するの忘れてたとか、今日初めて知ったっていう子も、あの YouTube のコメント欄に、生配信中にコメントくださったら、くじ引きに追加しますので、もし見てる方で、あ、僕も私も書いてほしいなっていう子がいたら、お父さんお母さんにお願いして、コメント欄に書いてもらってください。で、そして今回はなんと書いてくれた絵を、リクエストくれたお子さんに、プレゼントもしようかなって思ってますので、そのあたり あのご案内についてはまた最後にね、お知らせしたいなと思ってます。うん、じゃあ、キャンさんいいですか？はい、OK。1回目、1回目、くじ引きしますね。あ、切り替えとってください。はい、切り替えます。いくよ、いくよ、じゃん。あ、はい、私引きました。さっき読んどきますね。はい、まず一人目、Facebook の方にコメントくれました。セリカちゃん、小学3年生、はい、スピノサウルスを描いてほしいですと、はい、好きな理由が歯がすごくて、尻尾が大きくて、はい、背中の頬、頬が好き。背中のね、頬が好き。で、この子はですね、お母さんのコメント追加であるんですけど、将来は古生物学者になりたいと。はい、すごい。恐竜大好き女子ですと。わお。ということで、セリカちゃん、コメントありがとうございます。じゃあ、セリカちゃんのリクエスト、スピノサウルスをね、キャンさんに書いてもらおうと思います。はい、ちょっと、カメラをね、固定ということができるらしいので、キャンさんの方にね、はい、固定してみたいと思います。はい、なんかね、ちょっとこう、鏡を置いてるんで、鏡でちょっと顔が見えると思います。変な感じですけど。いけるかな？はい、じゃあ書いていきましょう。はい、お願いします。スピノサウルス。スピノサウルスですね。最近ね、あの陸じゃなくて水の中で生きてたんじゃねえかみたいな。そうですね、今話題のスピノサウルスですね。どんなポーズにしようかな。そう、キャンさんが描く恐竜ってこう命がちゃんと吹き込まれてますんでね、いろんなそうですねポーズで、うんうん、考えて描いてくれますよ。そうなんですよ、いつもねポーズ一緒だと飽きちゃうんで私が。スピノサウルスは最近和歌山県でも見つかっていて、すごく日本でも身近な恐竜になってきましたね。素晴らしい。映ってますかね。ちょっと私がねちゃんとビデオの固定ができてないかもしれないので、固定しときますね。トゥ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 ン、できてないのかな。すごい、でもそんな小学生で古生物学者を目指すっていうのはすごいですね。本当に目指せる時代になってるっていうことですね。本当に素晴らしい。ビデオがちゃんと固定できてるのか、これは。生きてますまあ、でもキャンちゃん、で、キャンさんちゃんと映ってるんで。そうですか。このね、オンライン配信っていうのが私も実は初めてなんで、うんうん、ちょっと緊張気味でした、最初。本当ですか。ね、見てくれてる方の顔が見えないっていうのはドキドキしますね。それですね。なんかね、普通にアイペイントやってると、子供たちがみんな、ワーキャー言いながら周りでねワーキャー言いながら何々サウルス描いてとか言ってくれるんで、なんかそのテンションでねこっちも合わせていけるんですけどオンラインってちょっと難しいですね。確かに静かですもんねそうですね、家なんでねすごいな。ちなみに今描いているスピノは、はい、水中イメージですか？そうです、水中イメージです。皆さん見えてますかね？見えてるね。
私からは見えてるんですけどね。なんかカメラの固定が私の能力で。カメラの固定っていうのがそもそもどういうやつなんですか。キャンさんのねカメラにこう固定すると私が邪魔をしないっていう設定なんですけど、おでもなんか YouTube の方で確認したらね、私が時折入ってきてるので、うまくできてないんだと思います。まあまあ問題ないんじゃないですか。まあ、キャンさんが消えることはあんまりなくなってるので大丈夫です。そういう感じなんですね。はい。難しい。難しいですね。うん、でも初めてのことをやるというのは楽しいことなんで。本当ですね。ピノサウルスはなんか最近復元の絵も全部変わってきてるんで、うーん、恐竜ってすごいスパンで復元図が変わったりとかしていくんで、こっちも合わせるのが大変ですね。確かに。何か、でもやはりこう常に情報は取得してるんですか。そうですね、基本的に新しいその恐竜の説が出たりすると、うんうん、まあ恐竜のなんかオタクたちってすごいそういうのに敏感なんで、うんうん、黙っててもなんか情報回ってくるんですよね。おー、なるほど。そっかそっか。好きなものってやっぱり、私もそうなんですけど、口にするようにしてて、はい、キャンさんは恐竜、まあ口にせんでも恐竜画家やってる時点で恐竜好きなの分かってますもんね、みんな。そうですね。あとはなんかオタクたちが恐竜オタクとよくつながってるから。でもそういう人たちがこう、うん、回ってきますね、情報が。なるほど。でも今の子供たち、ね、この動画見てくれてる子たちも、やっぱりよく知ってますよね、イベントとかで。知ってますね。多分大人より詳しいと思います。こうリクエストくれたセリカちゃんもね、古生物学者になりたいっていうことなんですけど、はい、うんうん、こう今こう目指すとしたら、こうどういうルートをたどったらいけるんですかね。でも最近はその古生物にもよりますけど、うんうん、あの普通の理学部でもかなりレベルの高い古生物学科っていうのが全国に増えてきてるんで、うん、そういうとこに行かれるのがいいかと思います。なるほど。あとまあ恐竜が好きだったらやっぱり北海道大学とか、その、福井にもね、なんか恐竜専門の学科ができる、できたのかな、うんうん、あるみたいなんで、もう恐竜一択だったら、まあ福井に行くのがいいんじゃないかなっていう感じですね。確かにね、うん、やっぱり今の日本の恐竜のね、最先端といえば福井ですよね。そうですね、福井はやっぱりなかなかね、うん、一番なんで、権威がね、恐竜権威、うん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 、徳島の恐竜化石の発掘にも、あの福井のね先生方が参加されたりしていたっていう話も聞いてるので、これからね、協力体制をね、うんうん、いただいて、徳島の恐竜ももっと盛り上がっていったらいいなって思います。そうですね、福井の先生が来てくれるっていうのもね、すごいことですよね。うんうん、徳島の、あの担当の辻野さんっていう学芸員さんがね、はい、見てるんですけど、辻野さんアーモナイトの専門なのに今恐竜掘ってるっていうのがすごい私の中で面白くって。いや本当ですね、なんか、うん、やっぱりその恐竜専門の先生っていうのがやっぱり少ないというか、今まで日本でなかなか恐竜が見つかるっていうのがね、あのなかったから、うんうん、先生自体が多分少ないですよね、恐竜の。ああ。海外行っちゃってる人が多くって、うん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 、やっぱ日本ではなかなか最先端の研究ができないから、こうアメリカとかカナダに行ってる先生がすごく多くって、うんうんうん、
それもあって多分見つかったところで誰が発掘すんねんみたいな多分状況なんやと思います。なるほど。なんかでも恐竜の化石ってまあこの徳島も、徳島でこう発掘されたものが一旦ね福井の博物館に行って、うんうん、でこう何なのかこう特定されるまで若干こう時間があるっていうのが、うんうんうん、あそういうもんなんだって思ってああなるほどね、いろんなこうやっぱり研究されてるってことですよね。うん、まずなんか歯が見つかっただけとかだと、その普通に恐竜の研究専門職の人でもなかなか多分難しいと思います。うん、なんかその頭が全部出たとかだったらいいと思いますけど、歯だけだとなんかどこまで細かく恐竜を分類できるのかっていうのは多分ね、その持っている知識とかによって全然変わってくるんで、やっぱ素人には化石は難しいですねなるほど。やっぱりこう徳島でも新種出ないかなっていうようなこうね素人目線ではそう思いますけど、新種の認定ってね、うん、化石のこう割と大きい部分が出てこないと難しいっていうのは聞きましたね。そうですね、やっぱりなんかその独特っていうかその骨だけが持ってる特徴っていうか、うん、今まで見られなかった特徴がない限りは難しいみたいですね。この間のシンポジウムでもそう言われてましたね。ここでシンポジウムの動画の告知もちょっと若干挟んでおこうかな。ああ、いいですね。3月末にですね、徳島県さんの方で、徳島の恐竜化石最前線というシンポジウムが、まあ、新型コロナウイルス感染症の関係でね、お客さんは入れずにやったんですけど、そこでもあのゲストとしてキャンさんをお迎えしまして、でその様子が YouTube で、徳島県の YouTube チャンネルで配信中なので、恐竜好きなお子さんいらっしゃる方、ご家庭のお父さんお母さん、ぜひ見せてあげてほしいなって思います。さあそろそろこうスピノがはいだいぶ出来上がってきましたね。だいぶ出来上がってきました。このスピノサウルスに特徴的なこの円錐型の歯ですね、ここをちょっと仕上げていきます。この歯の特徴としては縦向きにこう筋が入っててタケノコみたいに見えると言われています。でこの歯の形状が魚を食べるのにすごく適している形状なので、スピノサウルスは水の中で魚を食べていたんじゃないかっていうふうに前までは言われていたんですけど、最近見つかった骨が尻尾まで全部含まれているすごく綺麗な骨格標本だったんですけど、尻尾がねちょっとこの絵で見にくい、ちょっとこう幅広くなってるんですよ先が。こう普通だと、あ、これだと分かりやすい。これね、パキケファロサウルスの絵なんですけど、うんうん、パキは、まあ一応今の復元ではこう、先細りになった、シュッとした形の尻尾をしてるんですけど、スピノサウルスは尻尾の先が、まあこう、うちわみたいな感じかな、こう、水をこう。おたまじゃくしみたいな感じ。そう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 。水をね、書いて推進力を入れるような形に今はね復元されています。そんな感じで完成ということで、出来上がりました。できました。スピノサウルス、セリカちゃんリクエストのスピノサウルスできました。セリカちゃんまた Facebook 経由で人材チャンネルの Facebook ページから多分セリカちゃんのお父さんお母さんに連絡があると思いますので、そちらの方で確認してもらって、こちら今今日キャンさん描いてくれた絵が届けられるようにこちらも頑張りますのでよろしくお願いします。はい、キャンさんありがとうございます。はい、ありがとうございます。かっこいい、イエーイイエーイじゃあもうせっかくなのでもったいないので時間がね、はい
次に行きましょう。いいですか？はい。行きますね。はい。じゃん。ドン。来ました。行きます、はい。インスタグラムにコメントをくれております。はい。金一くん6歳。金一くん、はい。ティラノサウルス。おー、いいですね。理由がですね、はい、肉食でかっこいいからっていう超シンプルな理由でございます。本当ですね、かっこいい、はい、じゃあ縦にしようかな。ティラノサウルスでございますよ。はい、結構やっぱりね、はい、人気ですよね、はい、人気です。もうどこのイベントに行ってもまず頼まれますね。やっぱかっこいいもんね。うん、うん、かっこいい。ちょっと違う書き方にしようかな。ティラノサウルスは恐竜の中でも一番研究されている恐竜なんで、うんうん、なんか情報が多いんですよね。なるほど。で、なんでかって言うと多分この頭がすごい頑丈なんで化石になんか残りやすいんだと思います。そういうのもあるんですね、うん、そうなんですよね。やっぱ化石に残らないと、うんうんね、見つかることもないんで、化石に残るか残らないかっていうのはすごく大きなポイントですね。そういうことですね、うん、化石になるまでのなんか本を読んだことあるな。化石になるためにはみたいな本だったかな。はい、どんな本だったなんか自分が化石になるためにはなんか自分じゃない、そう、はい、沼に入ってなんやらこんやらみたいな、そういう本見ましたね確かに。でもね、やっぱ沼に入るっていうのが一番いいと思いますしかもまあまあ、ね、汚い沼じゃないと無理ですけどね。あ、そうなんですかうん、あんまりなんか綺麗な沼とか、ま、沼っていうのがね、そもそもあんまり綺麗なイメージないですけど、もうあの分解されずにそのままの体の形状のまま化石にならなきゃいけないんで、うん、なるほど。ある程度こうネチョネチョ感が、そう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 、必要ってことですね。ドロドロのそういう意味でもこう沼地とか、はい、水際とかには昔ね、そういうとこだったとこには恐竜の化石がこう溜まっていったりしてたってことですかね。そうですね、恐竜が見つかる地層っていうのがそもそも泥の地層なんで、そういう泥が溜まりやすいようなところに恐竜の化石も溜まるっていう感じですね。あと砂漠とかも多いですね。そうなんだ、砂漠。そうそう、ゴビ砂漠で見つかった、そう、それこそプロトキュラトプスとベロキラプトルの戦ってるまま化石になってる化石があって、こうなんか揉み合いしてる間に化石になっちゃったみたいなやつが福井県立恐竜博物館に展示してあるんですけど、それもね、多分その、なんか戦ってる間にこう砂嵐かなんか土砂がこう流れてきて、もうそのまま生き埋めになっちゃったみたいな感じだと思います。なかなかその流れが想像できないんですけど戦いながらどうやって埋もれていったんだろうみたいな。なんかこう、ね、食らいついて離さないぞってしてる間に、うわーみたいな、何かが起きたんでしょうねそうそうなんかそういうの想像するのも楽しいですよね。うん、そうなんですよね。うんうん、なんかどうやって化石になるんこのタイミングでって思いますもんね。いや、思います、本当に思うなんかね、卵温めながらね、亡くなってたりとか、亡くなってたりってめっちゃ感情移入してますけどかわいそうやなって。まあそうですよね、でもそれがね自然なんでしょうね。そういうことですね。うん、だから本当にこう、私がどこにこう恐竜のどこが好きなのかっていうと、実際ここに住んでたんやなっていうのが、はい、うんうん、化石からこう感じられるのがね、うん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 、なんか生きてた証がね、
目の前にこう化石としてあるのがすごいこう燃えるわけですよ。いやー本当それですよね。うん、やっぱなんかなんていうんだろう、小学校の時とかってなんか恐竜ってなんかその怪獣みたいなイメージだったんですけど、なんか怪獣ってやっぱ架空の生き物じゃないですか。うん、なんかそれがこう恐竜って実際骨を見たりとかそういう論文を読んだりすることで、あ、やっぱり本当に生きてたんだっていう、そのリンクするのがね、すごくやっぱり面白いとこだなって思います。そうですよね。なんかジュラシックパークとかね、映画見てもよりこう、うん、こんなん実際おったらやばいやろってめっちゃ思う。そう、恐怖心もすごい感じるし、うんうんうん、その昔こうそんな大きい生き物がこの地球をこうのしのしと歩いてたんだなって思うと、なんか私たちって超ちっぽけやなって思いますね。うん、うん、そうですよね。うん、ティラノサウルスだって12メートルぐらいありますからね。想像できないですね。めっちゃ怖いですよね。怖いです。多分あのジュラシックパークとか初めて見た人たちはティラノサウルスにとは絶対会いたくないって思ったと思う。怖いもん、ね。まあ私はことごとく死んでますからね。うん、ほんまそうですね。鳴き声とかって、はい、昔はねゴジラのイメージでガオーみたいな感じだったと思うんですけど、うんうんうん、ティラノもそんなガオーって鳴いてなかったんでしょうかね。いやなんかどっちかっていうと鳥に近いから、うん、なんか鳥っぽい鳴き声だっていうのを言ってる人はいますけどね、さすがになんかこうピヨピヨみたいな感じではないと思うんですけど。ピヨピヨはやばいですね。あ、なんか YouTube の方かな、コメントもくれてるみたいですね。でもなんかいつだったかな、何年か前の。うん。何年か前の。うん。パラサウロフスとかの頭のこう頭がこうビヨーンと長い、そう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 、はいはい、パラサウロロフスっていう恐竜はなんかこうコミュニケーションするためにその頭を使ってたっていう説があって、うんうん、それだとなんかブーンみたいな感じの鳴き声をなんか復元されてました、うん、なんか金管楽器とか木管楽器っぽい感じだね。そう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 、その上のトサカミ、トサカじゃないけどこういうね突起が長い時がありますけど、そうそう、あそこにこう空気を震わせて鳴いてたイメージです、ね、面白いですよね。面白い。ボーン。ピヨピヨ、ボーンってね。なんか一件コメントが YouTube の方にあったのかな。はい。キャンちゃん見に来たよってコメントくれてるみたいです。あ、ありがとうございます。もちカラーペインターさん。あ、もっち、私のね、絵描き友達です。ありがとうございます。ちょっと私の方から見えなくてすいません。影武者が送ってきてくれました。影武者。そんな感じで、ティラノさん、そろそろ完成です。インチクオンリクエストの肉食でかっこいいティラノサウルス。はい。この歯がね、やっぱ特徴的なので。うん、歯のとこだけちょっと強調しときます。鋭い、うん、鋭い、バナナぐらいのね大きさがあります、歯だけで。このぐらい。これでどの恐竜よりも強かったって言われるのはやっぱりその歯が一番の決定打になったらしいですね。うーん、噛む力はね、今生きてる生き物だとワニが一番噛む力が強くって、だいたい1.5 トンぐらいの噛む力があるらしいんですけど、ティラノサウルスはその倍の、さらに倍のね 3.6 トンぐらいって言われてます。よくわからないですね。まあ要するになんか骨まで噛み砕いて
まあ、食べちゃうぞ恐竜ってことですね。なるほど。なんか戦闘って歌かしいな。戦うシーンとか見てたらもう圧倒的なこう、うん、パワーを感じますもんね。ねえ。ただなんか映画みたいに速くは走れなかったみたいですよ。そうなんですね。だいたい時速40キロくらいなんで。ああ。ゲンチャリとかやったら逃げれます。本当やね。超安全運転って感じやね。車で言うと。できましたね。はい、できました。ティラノさんです。インチ君リクエスト、ティラノサウルス。ありがとうございます、キャンさん。ありがとうございます。じゃあ、あと、そうね、時間的にあと2つぐらいかなっていう感じです。はい。じゃあ、次行きますね。はい。で行きます。こちら、Facebook にコメントくださってました。はい。お子さんの名前が千尋くん、4歳。うん。アンキロサウルスが好きだそうでございます。はい、アンキロサウルス。かわいいですね。理由が、はい、尻尾でドカーンと敵を倒すから。ああ、いいですね。かわいい。その言い方がかわいい。ドカーンと倒しましょう。ね、ドカーンと倒してる感じで、描いてくれますかね。わかりました。ちょっとドカーン感を出しますね。お願いします。はい、いきます。アンキロサウルスもいいですよね。最近私もアンキロサウルス好きですね。ああ、アンキロの結構ね、人気ですよね。どうですか？うん。なんかアンキロに近い恐竜で最近ごついの出てませんでした？なんか、こう、鎧がごっつい感じ、ミイラみたいな感じで残ってたみたいな。ああ、あれあれ、それもアンキロの仲間かな。ノドサウルスですよね、多分。あ、そっかそっか。そうそう、あのミイラは、カナダかな、うん、アメリカで見つかったやつかな。どっちだろう。なんかね、ノドサウルスとアンキロサウルス、最近すごい状態のいいやつが、立て続けに見つかってて、それがね、話題になってます。やっぱりこう、固めだったから残りやすかったんですかね。あ、でもそれはあると思いますね。全身走行なんで、トゲトゲなんで。すごいですね。アルマジロみたいなね、イメージは。そうですね。背中がくるんとね、なんかちょっと丸みがあるけども、うん、こうちょっとこう攻撃しちゃうぜみたいなね。そうそう。だからこう可愛さと、なんか強さ、かっこよさがこう共存してる感じが。あー、人気なんですね。良いなって思います。確かに顔もねちょっと猫みたいですしね。うん、そうですね。このこうなんか角みたいなのがそうそう耳がね、猫耳みたいな。うん、かわいい。確かにかわいい。あ、またコメントが YouTube の方に、 YouTube かな、どこかにコメントいただいたようで、ちーさんから、キャンさん見てますよ、さすがのクオリティ嬉しい、絵描き友達です。あ、本当ですか。皆さんありがとうございます。はい、わ、ありがとうございます。嬉しい。お昼に生配信、ほんまやねえ、なんか常に何人かこう見てくださってるのありがたいですね。お、通信が受けてますか。はい、ちょっとカクカクしてますが、映ってはおります。なんかね、うちのマンションが多分通信の回線がなんか良くないんですよ。ありますよね。最近特にね、おうち時間増えてるからみんな。そうそう、それでね、多分みんな家でテレビ見てたりとか、ネット見たりしてるから、うん、もうなんか全ての家において通信が重くなってて、えらいこっちゃですよ。ちょっとなんか柔らかいタッチで、そうですね、ちょっとね可愛い目に描こうかなと思って、さっきまで怖かったんで。あ、確かに今までちょっと迫力ある2体が続きましたからね。そうそう、アンキロはちょっとなんかね、やっぱり図鑑っぽく描こうって思わないから、私が、うんうん、なんていうのかな、図鑑ってこう静止画というか、なんかこう
まあ図鑑なんでね。そう、あんまりこう情報がね、そう独特のこう、ヒント伝えるための絵ですよね。そう。図鑑っぽくなくて、こう、躍動感あると思ったら、やっぱりなんかちょっと怖くなっちゃうんですよね。目力がね、こもりますからね。うん。かわいい。ちょっとかわいい目にしました。なんか周りの絵がね、いくつかこう映ってるのもみんなに見えてると思うんですけど。はい、これはトリケラトプスとか、ね、バファロサウルスとか。はい。ね、かわいい。そう、こんな絵も、キャンさんが描いた絵もこうグッズになってたりするので、私も今日着てるんです。後で。見せ合いっこしたいな。 T シャツはね、やっぱり子供の用のやつとかも最近売ってるんで、うんうん、それが、ね、結構人気ですね。そうですよね。なんか子供ものの恐竜のね、服とか帽子とかって結構あるんですけど、大人がこう私生活で着れる恐竜アイテムってなかなかなくてですね。ああ、確かに。そういう意味ですごいね、キャンさんの描かれている恐竜が T シャツとかにプリントされてたら、はい、あの全然こう違和感なく着れますね。ああ、わあ、嬉しいです。もちろん子供が着てもいいと思うんですけどね。そうですね、うん、でもね、最近作った子供用のティラノサウルスの帽子があるんですけど、はい、全然売れなくて。え、なんで？怖いから？怖いからかも。確かにうちの4歳の娘はティラノは怖いって言ってるんで、うん、やっぱ可愛い方がいいですね。アンキロとかだったらもしかしたらいいかもしれないですね。ああ、なるほど、そうですね。ちょっとバリエーション増やしますわ。アンキロっぽい、こうなんか猫耳っぽい角がついてたら面白いですよね。ああ、そうですね。さあ、今書いてくれてるのが千尋くんリクエストのアンキロサウルス。はい、アンキロサウルスです。もう尻尾でドカーンと敵を倒すからっていう千尋くんのコメントがあるんですけど、はい、やっぱり尻尾はそうやってこうやっつけるためについてたんですかね。そうですね、結構このトゲトゲも威嚇のためっていう風に言われてますけど、うん、やっぱりこう実際ね、首元をこう噛まれそうになった時に何かしらの武器がないとね、太刀打ちできないんで、この恐竜もティラノサウルスがいた時代に、まあ北米にいたからだいたいね、生息してた範囲も同じだと思うんで、そういうね、うん、あんな巨大な怖いやつにやられるならちょっと戦おうと思ったんじゃないですかね。確かに太刀打ちできないですよね、うん、もうつるんとしそうボディだったら無理ですね、うん、そうそう、なんかハンマーぐらい持っとかないと多分生きていけなかったんでしょうね、うん、本当やね、距離を取ってやっつけれるもんね、ハンマーあったらね。うん、なんかそれがすごいですね、体にハンマー埋め込んだんやって。尻尾にもこうコントロールできる神経が通っとったんでしょうかね。そうですね、尻尾の周りの、ね、筋肉は結構ムキムキだったと思います、てかそういう風に言われてますね。うん、こんな感じで素敵、はい、できました。アンキロサウルス、こう尻尾を振り上げてる感じにしてみました。すごい、千尋くんリクエストのアンキロサウルスできたよ。またFacebook 経由でですね、お母さん、お父さんに連絡させていただきますので、こちら、届けられるように準備しますので、ぜひお父さん、お母さん、待っててください。キャンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃこれ、次ね、はい、時間的に最後になりそうなんですよ。はい。ちょっとまだ出てないのがいっぱいあってですね、はい、本当に悩ましいんですが、はい、何しましょう。何しようかな。何にしようかなって、口引きでちゃんと引いてますんでね。これにしようか。
ドン。あ、はい。はい。いきますね。これ最後です。すいません。たくさんリクエストいただいてるけど、これ最後になります。インスタの方にコメントくれてます。はい。リノマルちゃんか、リノマルくんか、リノマルちゃんかな。4歳。ディロフォサウルスが好き。はい。理由が、シャッてする耳がかっこよくて、色がおしゃれ。シャッてする耳。シャッてする耳ってわかります?多分この頭の上の日本のこうトサカみたいなやつのことですかね。シャッてする耳だそうです。シャッてする耳です。わかりました。ありがとうございます。はい、じゃあ書いていきましょう。リノマルちゃん4歳。うん。ディロフォサウルス。ディロフォサウルスって私、あんま聞かないんですけど。なんかね、最初の、確かジュラシックパークの、あれやね。かな、あの、なんか毒かけてくるタイプ。いや、怖い。あのシーン怖いですよね。あれが多分ね、その原型というか、ディロフォサウルスだったと思うんですけど。あの、雨がね、降りしきる中で。そう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 。ちょっと小太りのおじちゃんが逃げていくっちゅうやつやね。あれ結構怖いシーンですよね。そうですね。結構怖いと思いますね。なんか、うん、あれが結構ね、ジュラシックパークって感じですよね。いや、恐ろしい。こんなちっちゃい子でも人間やっつけるんやみたいなね、うんうん、恐竜の恐ろしさがすごいわかるシーンですけど。でもリノマルちゃん4歳、ディロフォサウルス、あ、映画は見てないかもしれんね。見とんですかね。あ、どうなんでしょう。映画見てなかったら逆になんかマニアックですね。ね、図鑑見てなのかな。うん、なんか色がおしゃれだったっていうのは図鑑の色がおしゃれだったんですかね。かもしれないですね。確かにあの映画の中では割とね、控えめな色合いだったような気もするんで。うん。あ、コメントまたいただいてます。はい。ソウ F さん、小文字で SOUF さんですね。すごいですね。バイ子供って書いてある。子供がね、じっと書くのを見てますって言ってくれてますよ。ほんまですか。嬉しいです。見ちゃいますよね。ねえ、やっぱりお家でいるとね、時間が経つのも遅いし。うん。たまにはね、お絵描きをしたいですよね。なんだ、キャンさんがこのこう墨を使って書く、はい、なんかきっかけはあったんですか？ね、なんか絵を描きたいなって思い始めて、そうですね、自分の店を立ち上げて、それまではね、イラストレーター的な感じで絵の仕事はしてたんですけど、なんかイラストレーターって自分の描きたい絵っていうよりは、なんかこう、オーダーしてもらって描くから、なんかそれが必ずしも自分が描きたい絵じゃないんですよ。うんうんうん、なので、なんかもうオーダーしてもらって描くよりは、自分の好きなものを自分の好きなタイミングで描きたいって思って、で、その時に、絵を誰かに教わりたいなと思った時に、教えてくれた先生が、なんか隅で似顔絵描く似顔絵師の先生だったんで、その先生の真似して墨で描き始めたらすごいしっくりきたんで、そのまま墨って感じです。すごい。でもなかなかこの、まあ、素人目線での考えですけど、はい、この黒だけで、うんうん、こう濃淡ってこう色のね、明るさだったりとか影だったりとか、こう恐竜の生きてる雰囲気を出すんってめちゃくちゃこう難しいんだろうなって思うんですけど、苦労はされましたか？あ、でも苦労しました。やっぱりなんかその恐竜、なんかやっぱビジュアルが一番大事じゃないですか、恐竜って。その見て、うわすごい、あそこになんか変な首の長いやつがいるとか歯の鋭さとか、うん、なんかそういうのがやっぱりね、なんか描けないと恐竜描いてる意味ないなって思ったんで、うん、その生き生きとした恐竜を描くっていうところを
意識して最初は書き始めました。もうでも本当に今は本当唯一無二って感じですよね。他にこんなこう隅で恐竜ここまで書ける人見たことねえわっていう。あ、でも確かに恐竜を隅で書く人がいないかもしれないですね。なんかその水墨画家でたまたまその恐竜描く人は いると思うんですけど、恐竜専門で描いてる人っていうのがそもそもあんまりいないんで、そうですよね。うん。でまあそんなこう隅で描いてるところが目に留まって、まあ言ったらこう絵本にもつながっていったっていうことですもんね。そうですね、本当にそんな感じで隅で書いてるっていうスタイルがね、最初、うん、その出版社さんの担当さんが気に入ってくださったんで、うん、あ、リノマルちゃんなのかくんなのか、リノマルちゃんの、コメントいただいてます。はい、リノマルです、選んでくれてありがとうって。ありがとうこちらこそ見ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。ねえ、このシャッてする耳がかっこよいっていう。子供たちのこの表現が素敵やね。本当にね、なんかやっぱ子供の目線っていうのはすごいですよね。ぜひこれからこう年を重ねていっても恐竜好きでいてほしいなって。うん。思いますね。キャンさん昔から恐竜好きだったんですか？うん、好きでした。でもなんか普通に好きって感じでした。そんな恐竜オタクな子供じゃなかったです。へえ、そっかそっか。なんかどっちかって言うとなんか多分虫の方が好きでした。あ、虫はなんかもう毎日家の前の花壇の虫を捕まえて、うん、なんか実験したりとか実験危ないな、何をしてたんだろうかあ、ちょっとまあ危ない実験もしてましたけどでもなんかそのダンゴムシがこう迷路なんか必ず右にしか曲がらないだったかな、あと交互に曲がるんだ、交互に交互に、うんうんうん、なんかそれを自分でこう牛乳パックで作った迷路とかにダンゴムシ入れて、うん、本当にそうなるかみたいなのやってめちゃくちゃ面白いじゃないですかこれみんな聞いてる皆さんぜひやってみてくださいねなんかね、そんな実験とかしてました。虫が好きでしたね。なんか恐竜は京都に、うん、私実家京都なんですけど、うんうん、京都に恐竜の恐竜の博物館っていう科学センターがあって、うん、の科学センターの中に恐竜のなんかティラノサウルスのロボットとかがいて、うん、なんかそれがねすげえかっこよくて、もうずっとそれを見てるっていう感じでしたね。へえ、近くにこう身近にこうね触れられる場所があるっていうのはすごい、うん、その先の人生に影響を与えますよね。いや本当にね、あれはすごいいいきっかけでした、うん、何にでも興味を持つ環境があるっていうのはやっぱりいいことですね。確かにそうですね。徳島もね、近々ここ何年かで博物館がリニューアルの予定ということなんです、ね、うんうん、すごいですよね。どんな感じになるんだろうと思って楽しみです。はい。あ、そんなことで。リノマルちゃん、リノマルくん、4歳のリクエスト。はい。ディロコサウルス。できました。ありがとうございます。かっこいい。ありがとうございます。目力ありますよこれでもこれ、このディロフォサウルス仲良くなれそう。ね、かわいい感じにちょっと愛着がある感じ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、じゃあね、ちょっと時間がね来てしまったので、今日は順番に言うと、セリカちゃんのスピノサウルス、キンイチ君のティラノサウルス、千尋君のアンキロサウルス、リノマルちゃんかくんかの、はい、ディロフォサウルス4体。そうですね、4体。書いていただきました。はい。
はい、ちょっとね、他にもたくさんね、リクエストいただいてたんですけど、今日は時間の関係で書けないんですが、お名前と恐竜だけ紹介しとこうかな、リクエストがあった。はい。超勇者谷さん、プテラノドンが好きです。ありがとうございます。そうくん、9歳、ベロキラプトルが好き。ああ、そうね、はい。かっこいい、すばしっこい感じね。うん、あと、チーアットマークは、他はイラストレーターさん、トリケラトプス、またはプテラノドン書いてほしいということですね。はい、そして、オトハちゃん6歳、デイノケイルス。ありがとうございます。そう、デイノケイルスね。去年、結構盛り上がってましたよね。うん、あれはすごかったですね。ピンクの色がすごい可愛いですけど。そして、モッチカラフルアーティストさん、イグアノドン。そしてうーちゃん7歳、モササウルス、うん、かっこいい、はい、以上ですね。これだけたくさんの方からリクエストをいただいておりました、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。今日描いてもらった絵は、リクエストくれた4人の方に、後日ね、届くように準備したいなと思ってますので、こちらの人材チャンネルの方から連絡が各 SNS を通していくかなと思うので、連絡取れるようにしといてください。はい、じゃあ、キャンプさんの顔を、はい、こうやって顔が見えるようにしてもらって、はい、おかえりなさい。はい、はい、ということで、もあっという間の1時間でしたけれども、はい、最後にキャンさんの方からですね、お知らせとかあったら、はい、お願いします。はい、お知らせと、そうですね、恐竜のグッズとか絵本を売ってるので、絵本はね、全国の書店で売ってます。6600万年前僕は恐竜だったのかもしれないという絵本です、よかったら見てみてください、はい、でグッズの方は今私のホームページにすべてリンクが貼ってあるんですけど、恐竜のこんな私が着てるのはね、これはかっこいい、あ、激しめなパキケファロ T シャツ着てるパキケファロサウルスの T シャツもあって、あとね、瀬戸さんが今着てくださってるのはゴビ砂漠のね、戦いを描いたちょっとあの水墨で描いたかっこいい感じのやつなんで、これもよかったらね、すずりっていうサイトにあの販売してますので、よかったら見てみてください。はい、絵本の方徳島だったらね、平蔵書店さんでは絶対置いてあるんで、あと今なんかネットの方でもね、はい、あのネットギャリーというサービスを使ったら一応無料で閲覧はできるので、どんなお話なのかなっていうね、きっかけにはなると思うんで、よかったら見てください。あと塗り絵もね、はい、ぜひぜひ、ね、塗り絵は何種類ありましたっけ、結構ね、もう決めましたよね。そうそう、その有名どころの恐竜の塗り絵もあるし、あとこの絵本に出てくる恐竜結構10体くらいは多分塗り絵として配布されてると思うので、それもネットギャリーっていうページから見れますので、よかったらダウンロードしてみんなでカラフルに塗っちゃってください。好きなね、色をね、たくさん使って、はい、またよかったら SNS とかにもアップしてもらえたらね、キャンさんも嬉しいですよね、はい、お願いします。お願いします。さあ、ということでちょうど、残り1分ぐらいになりました、最後に、はい、動画を見てくださっている、お子さんとかお父さんお母さんに向けてキャンさんの方からメッセージいただいてよろしいですか。はい、今日はたくさん恐竜を描いたんですけど、博物館に行ったらもっとね、たくさんの恐竜が見れますし、その地球がね、今までどういう形でこう変わってきた、もう宇宙からこう地球ができて、その地球の上でね、すごいことがたくさん起こってるので、まあ恐竜を見に行くついでに地球の歴史とか、これからじゃあ地球はどういうふうになっていくのかとか、そういうことをね、考えるきっかけになったらいいなと思います。ぜひね、これからもあの図鑑を読んで博物館に行って、もっと地球のこと、恐竜のことについて調べてみてください。はい、ありがとうございます。またね、あのこういった自粛期間が終わったら、キャンさん大阪に行ったらね、会えると思うので、またそんな日が来るのを楽しみに、はい、私たちも徳島にね、お迎えできる日を楽しみに待ってます。はい、はい、ということで、今日5月22日のお家で学べる親子の、オンライン学園、今日ゲストに
出演していただいたのは恐竜画家のキャンさんでした。キャンさん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、そしてご覧いただいた皆さんもありがとうございました。ありがとうございました。またどこかでお会いしましょう。さようなら。はい。影武者が。